フレイヤの魔法は厄介ですが、ここまではこちらが優勢のようでございます。そうですね、この勢いでフレイヤさんをやっつけちゃいましょう。待ってなさいよシェフィー。あれが荒粂の巣の入り口。入念な偽装が施されております。誉様の案内なしでは分かりませんでしたね。どういたしまして。でも気をつけて、雲の魔物はまだまだいるっぽいよ。はい、気をつけて突入しましょう。みんな避けて。攻撃魔法で不意打ちとかいい根性知ってるじゃない。フレイヤー、残念です。今ので済んでいればたやすい話だったのですが。そう簡単には終われません。シェフィー様が私たちを待っているのですから。はい、邪魔するなら今度こそ倒させてもらいますよフレイヤさん。魔物予備。そういや、そんなこともできたわねこいつ。この程度の魔物、姫の負担を減らすためにも瞬殺します。これほど苦戦するとは計算外ですね。以前の戦いでは手を抜いていたということでしょうか。うっさいわ。大事なやつが人質に取られたら必死になるに決まってるでしょうが。大事な、でもむしろ手抜きはそっちって感じじゃない？お森様、このフレイヤって子のことを全然知らないけど、なんか怪しい感じがするんだよね。さっきの不意打ち攻撃魔法もギリ外してたっぽいし。え？それじゃあ塔の誉れ復活したばかりで随分と目が曇っているようですね。先ほどの攻撃は不意を打つことに集中しすぎてしまっただけのこと。次は根こそぎ消し飛ばします。まだまだやる気いっぱいって感じです。けどこいつをぶっ飛ばさなきゃ荒くねの巣に入れないわ。飛ばすよ。はい、大事なものを取り戻すために。そうですね。一人取り戻すなら代わりに一人失うのが道理でしょう。ではここで死になさい、プリンセスユースティアナ。